こんにちは、片付けコンサルタントの高木幸子です。私は iPad をとても愛用しているんですけれども、大きい iPad の iPad Pro と iPad mini を持っていて、 iPad mini の方はカーナビとしてすごくよく便利に使っています。そしてそのカーナビとして使うには車で固定したいんですけれども、その固定するものがなかなかこの iPad mini 専用だからかな、わかんないんですけど、なんかあんまり見つからなくって、この iPad mini にぴったりあった、今まで使っていたものはこちらだったんですけど、これが3年ぐらい持ったんですけど、やっぱり吸盤がダメになってきてしまって、別のを探していった時に以前のより安くて良さそうなものがあったので購入してみました。中を開けるとこんな感じです。取り付け方法が日本語で書いてあるっていうのはすごい嬉しいです。いろいろ書いてあります。ここの裏側と土台側のこことを、よいしょ、差し込みます。はい、そうですね、ここ隙間が、下の隙間がこんだけ空いて、上の隙間がなくなるぐらいカチッとはまるようです。こう外れないようにわざとこう固めになっているので、私もドンってしないと、こうガッてしないと入らなかったぐらい硬い、普通にパカッて取れるように、すぐパカッて取れるっていう風にはなってるようだったら、それははまりきってないっていうことみたいです。ちゃんとすごいはまると、もう全然多分本当何しても落ちないんだろうなっていうぐらいしっかりはまります。閉まってるところをパッと引き上げて、引き上げるとこう上下にスライドする、このレバーが上がってると上下にスライドするので、それで調節するっぽいです。がここで調節ちょっと細くなったり薄くなったりか、厚くなったりするのも、カバーかけたままでも使えそうですよね。対応しているという。下も、下の厚いもの、よいしょ、グッと薄くもできるって感じですかね。芯と比べてみましょう。こんな感じですね。あ、結構なんだろう、違う大きさが、このアーム部分が違うんですね。このアーム部分の長さがちょっと違う感じです。はめるときはどうやって、このままこういう風にはめるって感じですかね。あ、え、なんでどうやって今入ったの。これはこうカチッと、ここがバネになっていてカチッとできたんですね。取り外しが簡単。この後ろか、後ろを毎回やる、爪を開くっていうポイントがわかんない。あ、違うか、横からやったらいいのか、横からやればいい、スッと。ということで、そうだそうだ、ここは高さを合わせておいて横からスッてやればいいだけでしたね。簡単でした。そしてカチッとして、最大、あ、こんな大きくなる、すごい。じゃあもう全然 iPad 大きいのでも、あ、全然いけますよ、いけます。あ、すごい。前のは、これは iPad mini 専用だったので大きいのいけなかったんですけど、大きいのもつけられるっていうのはいいと思います。着脱簡単、簡単です。では取り付けてみたいと思います。こんな感じにダッシュボードの上は綺麗に拭いてあります。この平らな部分が狭くって本当にギリギリです。届いた当初はここにフィルムが貼ってあるので、これを剥がし、お水をつけるといいらしいです。こう指で、知らなかった。あ、これでも前のなんか全然違う、この、え、すごい、この吸盤のところを、いわゆる吸盤の感じじゃなくって
なんかあのゴムのペタペタした感じじゃなくって、なんだろう、ペタペタした感じじゃなくって、本当になんていうの、プラスチックのなんだろう、ビニールっていうか、そういう感じ。これをよし、緊張する。ここにレバーが上に上がってる状態で、今下に下げたところです。夏なら3日から7日、冬なら7日から10日で水が乾いてがっちりつきます。iPad mini 5を装着してみたいと思います。といっても多分カバーのままだと無理です。入ってもちょっと、やっぱりちょっとまあ、バランスカバーかけたままでも使えそうですよね。やっぱり外した方が簡単にここで外れる。抜き差しする感じですかね。ここの角度が自由に変えるのはすごいいいです。揺れるかどうかは手で押すとこう、まあ、揺れないこともないですけど、走っててこうグラグラしてるとか思ったことは今まで一回もないです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が暮らしをときめかすちっちゃなヒントになったら嬉しいです。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。ではまた。Thank you.